はい、どんちゃー、笹谷です。本日もニュースをつついていきましょう。今日前半の話題は、共産党がトルコ地震のために募金を開始したのですが、その動きがあまりにも怪しくてですね、さらには過去に募金を中抜きしていたことまで掘り起こされてしまい、ただいま絶賛大炎上中ってお話と、後半は三浦瑠麗夫妻がビル会社から何度もクレームが入ってるのに、あれは警察じゃないから OK とルール無視が常態化していたっていう話をお伝えしようと思います。僕の喋りを聞いてみますけど、いいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速、まずは共産党が荒れすぎる話題から。ことの発端はですね、2月8日共産党の公式ツイッターです。こんな文面が投稿されておりまして、大きな被害が出ているトルコとシリアにまたがる大地震で緊急支援募金を受け付けています。国際機関などに届けます。郵便振替口座番号0017なんとかかんとか、そして、加入者名日本共産党災害募金係とですね、まあこれだけ見るとなんてことなく見えるのですが、ただですね、この投稿現在大炎上しておりまして、何がどう悪いのかっていうのをね、リツイートの方から拾ってみました。まずはアカウントネーム徳本さんは、なんで一回日本共産党の口座通すのかとか、こちらに直接現金送れますよと、トルコ大使館のツイートを紹介するリプライまで非表示にしてますね。批判を許さないどころか、質問や提案すら許さない日本共産党と。いや、ほんとその通り。なんで直接大使館の口座に振り込めって言わないんでしょうかね。直で送ってあげた方が早くお金も届きますからね。大使館的にもそちらの方が良いはずなんですけど、なんか違和感がありますよね。続いて、翔子さんは、日本共産党がトルコ大使館に直接現金を送ることができるというツイートを非表示にしているの、募金をトルコのためにしているというより、共産党の手柄のためにしているというのが丸わかりで、いやはやキモい。マジっすかと。あ、本当だと。共産党はですね、トルコ大使館に直接送ろうというリツイートを非表示にしちゃっているようでございます。なんでかな、不思議だなぁと。それから、続いて、石井貴明さんは、なんで共産党を経由するのだろう。トルコ自体が募金してるのに、私はそこでした。中抜きを前やってると、自称ジャイアンが公言していたよね。おーっと、だんだん確信に近づいてきたんじゃないの。中抜きがなんだって。はい、そして最後ですね、沖縄県民さんのリツイート。気をつけよう、甘い言葉と共産党。あ、見っかっちゃった。なんとなんと、このツイートに貼られているのは、共産党が過去に中抜きしたあれじゃないですか。それではここに何が貼られていたのか、ちょっと読んでみましょうか。昨日演説会は会場から溢れ返る550人の方に足をお運びいただきました。募金は37万円も、熊本の被災地救済、北海道5区補選支援、党躍進のためにありがたく使わせていただきます。それにしても熊本、九州の皆さんが心配ですとですね。これはですね、2016年4月14日に起きた熊本地震にかっこつけてですね、共産党東京品川地区委員長の香西克介氏の言葉でございまして、当時ネット民からですね、なんで党の活動費に使われちゃうんだよ、ふざけんなこのネコババ野郎と大炎上したんですけれども、それがまた掘り起こされてしまいまして、だからちょっとかっこよく言っちゃうとね、かっこよく言っちゃうとリバイバル炎上ってとこでしょうかね。いやいや、もう笑っちゃいますけれども、共産党からしたらですね、その話はもう過去の話でもう済んだことなんで、今更勘弁してくれよと思ってるのかもしれませんが、そうは問屋が下ろしません。ちょっとこちらの方ご覧ください。これはですね、東日本大震災の時、共産党の集めた募金額なんですけども、募金総額3億7693万円のうち、被災地の当機関事務所復旧補修費に7139万円、それからですね、被災地の当組織再建と選挙援助に1億787万円、それから被災地の常任活動家などの生活支援に1億7730万円、その他もろもろ、これ意味わかります?共産党に募金をしてもですね、一般にまで回らずに全部ですね、まあ、全部とは言わないかもしれませんけども、共産党の活動資金に当てられる可能性があるっていう、これ前科があるわけですよ。これを見た出川哲朗がやばいよやばいよって言ったとかないとか、いや言ってないと思いますが、共産党を通して募金をしても何に使われるのか分かったもんではありません。そんな募金はおやめください。エックスという感じですけども、それプラスですけれどもね、これはさすがにえぐいだろうという話がもう一つございまして、今、共産党がトルコ義援金のために受け付けている募金口座、あれ、使い回しなんですよ。日本で起きた、ね、豪雨災害だとかね、ウクライナの支援金だとか、全部一緒の口座でございまして、ってことはですよ、支援目的別に口座をね、こう分けて使ってるわけじゃないんですよ。ほんでね、ここすごい重要な部分なんですけども、今、共産党がね、公開している口座番号
号です。これが募金の総合口座だとしましょうか。そうすると今ね、入金されてるお金、おそらくね、まあトルコのこの義援金がほとんどなんでしょうけれども、中にはですよ、前の災害、例えばですね、静岡の豪雨災害だとか別の災害だとか、義援金で誰かがそこの口座にお金振り込んでるかもしれないじゃないですか。あるいはですね、明日どっかでですね、雪崩の災害が起きてまた支援金が必要となった時に、このトルコの義援金と、それからね、雪崩の災害の支援金のその入金口座がごっちゃになるじゃないですか。はっきり言いますけども、募金を集める口座なんてね、銀行でもね、郵便局でもどこでもすぐ作れるじゃないですか。なぜそれをしないのか。共産党が募金口座をずさんに管理してるからでしょ。じゃあなんでそんなずさんなね、募金活動をしているのか。それは先ほど言った通りですね、過去の例をなぞればですね、おのずと答えが出てくるでしょ。口座に入ったお金は色がついてませんからね。共産党の活動資金何割かを当てて、残りの何割かを被災地の方に送る、トルコの方に送ると。そんなからくりがもう見えちゃってるので、だからみんなね、大炎上してるんですよね。僕を見ている視聴者さんはそんなアホなことはしないとは思いますけどもね、共産党を経由したトルコの募金、これ怪しいですので、中抜きされる可能性がございますので、絶対トルコ大使館が出しているオフィシャルの口座の方に募金を入金してください。いやー、しかし、マジで共産党やってることエグすぎますよね。なんか逆な意味で尊敬しますよ。僕もちょっとその募金スタイル真似してやってみようかなと。さてですね、お次の話題はお待ちかね、ミューラル夫妻の続報が入ってきました。いやー、しかしですね、このトライベイファミリーってやろうともですね、もともとルール無視根性があって、それが故にビジネスの場面でもホースレスレで突っ走ったんじゃねえのかなっていう私生活の顔の話題を、フライデーより見出しがですね、警察じゃないから無視して大丈夫とかあたり、ミューラルリ&キヨシ夫妻が起こしていた2つのトラブルということで、本文は抜粋して読んでいきましょう。その一方を見にした時、三浦キヨシ氏は激怒した。基本無視すればいい。だけど、また何か言ってきたら社員だ、広告塔だって説明する。それでもまだ何か言ってくるなら、俺は奴らと全面的に戦うよ。三浦さんがあんな風に怒っていたのはもう3年前のことです。その日、彼のオフィスビルの管理会社から、建物内で生き物の持ち込みや飼育は禁止されていると注意を受けた。彼とルリさんが飼っている2匹の猫は家族同然でオフィスにも毎日のように連れてきていましたから、そのことを咎められて反発したのです。嘘でしょ？普通自宅でもオフィスでも賃貸物件であればですね、動物を飼う前に大家さんに承諾取るでしょうに。ミイラの旦那はとんだわがまま野郎ですよ。ってのと同時に、これに同調していたミイラルにもだいぶポンコツ入ってますよと。で、したがって冒頭の教師の言葉は、今回の捜査とは直接関係ないのだが、渦中にある人物の人間性が垣間見えるエピソードと言える。ここで清氏の言い分を補足しておくと、猫たちは動物ではなくてこれ面白いな。猫たちは動物ではなくて自分たちにとって社員であり広告塔でもあるのだから、ペット禁止のルールは当てはまらないというのだ。広告塔というのはルリ氏が代表を務めているシンクタンクで、トライベイのオフィスと同住所にある山猫総合研究所のシンボルだという意味なのだろう。ちょっと、何なんですかこの無理筋なロジックは。猫は社員だから OK とかですね、猫は広告塔だから OK と、それ言い出したらですね、もう何でも OK になっちゃうじゃない。例えばですよ、笹山が株式会社オグリキャップという会社を作ったですね、馬だって連れてこれるじゃないですか。なんか似た者夫婦って言えばそれまでなんだけども、なんか二人してね、ネジ3本ぐらい飛んでますよね。で、悪質なのはルール違反を通知されながら、現在に至るまでオフィス内でのペット飼育を改める素振りがないところにある。関係者によると、ペットを持ち込まないよう注意を受けたのは、オフィスに入居して半年ほど経った2019年秋までに複数回あった。その上で、清氏は、あいつら管理会社だって、こんな使いにくいオフィス借り手に出て行かれたら困るだろう。ルリに猫たちの写真をバンバン撮ってもらって、既成事実を作って、管理会社に文句を言わせないようにしてやる。なんか、既成事実作って文句を言わせるようにしてるって、そのあたりがね、太陽光ビジネスの強引な仕事っぷりと、なんか被って見えるのは僕だけでしょうかねと。で、こうした清氏の意を汲んだのか、ルリ氏の SNS には直近のものも含めて、オフィスと見られる場所で撮影された猫たちの投稿で溢れている。さらに昨年2月から3月に読売新聞に連載されたルリ氏の記事では、猫たちをオフィスで飼育していることを悪びれず語っている。管理会社に話を聞くと、館内規則で動物を持ち込んだり飼育したりすることはお断りしていますと確認できた。はい。ではその様子をちょっと見てもらいましょうか。ドン。これはですね、読売新聞の大手小町って特集の記事でございまして、自分のオフィスに猫2匹を連れて撮影しているのがわかります。それからもう一本、ドン。こちらの方はですね、音武氏のツイッターなんですけれども、三浦瑠麗さんのオフィスに遊びに行ったら、レオ君が車椅子の下にと投稿されております。今にして思えば確かに、
広告塔として、あるいは社員として既成事実を積み上げた節がありますよね。三浦瑠麗は実は旦那の言いなりだったってね、記事が散見されておりますけども、まあ確かにこれ見るとね、合点がいく話ですよねと。で、オフィス使用をめぐる三浦夫妻のトラブルはまだある。その証拠が上に示した写真であるってことですね。ちょっとフライデーさんからね、画像を解釈しまして、こちらになります。ドン。瑠麗氏に近い関係者によると、この BMW の高級 SUV は瑠麗氏と清氏が共同で使用しているという、フロントガラスに駐車禁止を示すカードが挟まれていることがわかる。で、瑠麗さんたちが出勤してビル正面の共有スペースに車を止めると、一日中動かさないことも多い。共用スペースなので駐車するのは自由なのですが、一日中となると荷物の搬入に来たトラックなどが使えずに困ってしまう。そのため管理会社から良識の範囲で使用してほしいと求められることがよくあった、とは瑠麗氏に近い関係者。なんかもうマナー違反の常習犯じゃないですか。なんでこんな人がワイドショーに出て他人を一刀両断してんのか、もうわけわかめってありますよと。で、管理会社からの要請は、写真のようにカードが置かれることもあれば、担当者がオフィスを直接訪ねてくることもあり、その回数はこれまで10回以上に上った。にもかかわらず、瑠麗氏は次のように言い放つこともあったという。あれを言ってくるのは管理会社であって警察でないから無視して大丈夫。おい、あんたマジかよ。どんだけ上級国民なんさ。で、政府の有識者会議も引き立てられた人気コメンテーターは、モラルハザードを気に留めないのである。オフィスでのペット飼育や共用スペース使用の実態、発言内容の審議について、三浦夫妻のそれぞれの会社に質問状を送ったところ、トライベイは担当者が帰宅したのでわからないと答えた。また山猫は回答できかねるとした。そして質問状を送付するにあたり、それぞれの会社の異なる代表番号に電話もしたが、対応したのは同じ女性従業員だった。おしまい。ということで、最後のくだりが実に秀逸です。トライベイ、山猫、それぞれの会社の異なる代表番号に電話したものの、対応したのは同じ女性従業員だったって。おい、オフィスの住所が同じだわ、オフィスの空間も同じだわ、で今度は電話の受付も同じ人。もう見られるとその旦那は完全かつ最終的に共同経営だと分かりましたので、東京地検特捜部の皆さん、もうコテンパンに洗っちゃってくださいませ。しかし何なんすかね、この夫婦は。常識という感覚が完全にぼっこりております。こんなんでよく国際政治学者やってこいだなと。あんたは人に国際ルールを諭す前に入居ビルのルール守れよって。そんな感じでね。で、この三浦瑠麗の問題は東京だけにとどまらず、今や大阪にまで飛び火しておりまして、この4月に行われる大阪の府知事選と市長選のダブル選挙、知事選にはですね、関口博士のサンデーモーニングでおなじみの谷口真由美氏が立候補するとあってですね、全国的にも注目を集めておりますけれども、その陰に隠れてあまり目立っておりませんが、大阪の松井市長が不出馬を表明したことによってね、じゃあその後がまあ誰なんだってことで、今注目されているのが維新が立てた公認候補、横山秀幸氏なんですけれども、実は維新内部の、市長ね、誰を立てるのかという、その選考の過程で、なんと、三浦瑠麗が絡んでおりまして、候補者の選考委員というものを務めておりました。で、三浦瑠麗が横山候補に対してですね、誠実さが評価されたと思うし、危機にも強そうということで、お墨付きを与えてしまいましたが、それが現在あだとなってしまいまして、反維新陣営から今散々パラ三浦ネタでいじくり返されておりましてですね、ちょっとここ紹介しましょうか。磯ちゃんさんは、横山秀幸、三浦瑠麗が推した人ですよね。三浦瑠麗はお仲間ですよね。市長でいいの。それから、オレンジ優子さんは、三浦瑠麗から推薦されるんじゃな。横山秀幸、アウト。それから大石五郎さんは、大阪市長選三浦瑠麗が絶賛する候補予定者、横山秀幸は当選させてはいけませんね、ハイエナどもの思うツボですよ、市長の器じゃないってことで、まあこれくらいにねしておきますけれども、維新の横山氏にのっぴきならないマイナスの風がね、ビュー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 ね、山猫オフィスの方から吹いております。ただじゃあね、市長選の対抗馬ね、自民党の北野太鼓ってのがまともなのかっていうとね、これが想像以上にヤバすぎですね。この北野氏は日本経済新聞の取材に対してですね、維新対市民という構図が大事だ、できるだけ党派色を薄めたいと言っちゃいまして、お前マジかよ、いきなり正体はバラしてんだと。いくら市長選といえどもですね、言っていいこと悪いこと区別つくだろう、あかんたれと。なんで維新とですね、それ以外のことをね、市民と市民じゃないということに区別しちゃうんでしょうか。もう大阪自民党完全に終わっております。まあ大阪の話は横に置いてもですね、とにかく三浦瑠麗夫妻は世間の常識やルールが通用しないパラレルワードの人なので、今後はテレビからも足を洗ってもらってね、軽井沢の別荘でのんびり太陽光でも浴びて農園でもやってくださいということで、
今日も話が長くなりましたので、これくらいして最後はほっこり謎かけで締めたいと思います。軽井沢とかけまして、最近食欲ないねと解きます。その心はべっそりします。なんか今日変なタン絡まってますね。喉の調子が悪いといまいちギャグもね冴えませんからね。すいません、今嘘ついてしまいました。ここ最近稀に見るほど喉の調子最高ですということで、皆さんに謝罪したところで、本日も面白かったためになったとかですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。